こんにちは、木下優香です。今日はいつもよりももっと大きい料理を作ろうと思います。チケットを呼びました。水溜りボンドさんの、はい、富永です。カンタです。仲間たちです。はい仲間たちですけどね。アメフト部の皆さんです。はい、はい、じゃあ今日は皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。今日作ろうと思うのは大きいお子様ランチです。じゃあ皆さん指示するんでよろしくお願いします。はい、お願いします。ハンバーグとオムライスとナポリタンとウインナーとあとフライを適当に買ってきたのでそれで作りたいと思います。まず最初何作りますか？最初はハンバーグを作ろうかな。玉ねぎを作り、玉ねぎ、みじん切り。ああ、みじん切りってどんな感じ？細かいやつか。そう、もうひたすら細かい。玉ねぎ入って、ああ、ニラで。みんな頑張って作ってくれてます。ありがとうございます。ハンバーグを今作ってくれてます。じゃあ私は今からオムライスを作ろうと思います。ケチャップライスを作ります。これ、みじん切りしよう。こんな包丁しかなかったです。ケチャップライスはどれぐらい作るんですか？一生使おうと思ってます。10号ですね。もう大量なんで力仕事なんでこれは男の人に任せます。はい、ベーコン美味しそう。ベーコン大好き。すごい。一緒にもう具にちょっと味付けします。でご飯を投入します。だけどしないようにして。共同作業。ハンバーグを作ります。ひき肉はね、2キロ用意しました。ハンバーグがめっちゃ大きいんで、もう鉄板の上に成形します。そのまま公開です。やっとここまで。めっちゃ大きいです。ハンバーグが分厚くて焼けないのでオーブンで焼きます。はい、じゃあお願いします。ここでいいよ。はい、頑張って焼き目しないで。離せるこれ。うん、OK です。わあ、ありがとう。わあ、じゃがいも美味しそう。ポテトになります。じゃがいもでおにぎり作ってる。ちょっとペントダポイントがまたいい感じですね、これ。これはどう調理してるんですか？これは、なんだろう、揚げポテト。いや、俺に誰か。ハンバーグが焼き上がりました。わー、めっちゃ美味しそう。やばい、焦げてる。めっちゃ大きいです。約2キロのハンバーグが出来上がりました。ナポリタンを作ります。こちらを購入します。おー、チキンライスをひっくり返します。おー、おー、卵を乗せていきます。ご飯一丁で作ったオムライスです。めっちゃ美味しそう。デザートを作りたいと思います。バケツプリンですね。1リットルあります。うわプリンが完成しました。仕上げをしたいと思います。はい、木下オムライスです。これ何か分かります？
これお子様ランチですビッグお子様ランチを作りました。